This is Nyanko Channel. I'm here with it, and I'm going to give it a try. Enjoy! はじめまして。見習い冒険者のリルです。私はソフィ。ターニャお姉ちゃんの幼馴染よ。ルナソフト。Thank you.
確かに、あの子が手紙に書いてた通りね。お師匠様、待ってくださいよ。リル、あまりもたもたしてると村に着く前に夜になっちゃうわよ。そうは言ってもこの街道、木がたくさん生い茂ってて歩きにくいですよ。そうね、昔はこんなじゃなかったのに、今はまるで樹海みたいね。それじゃあ、お師匠様の弟さんが送ってきた手紙に書かれてたことは本当だったんですね。詳しいことは村に着いてからルイスに聞いてみないとわからないけど、何かが起こってるのは確かね。お師匠様、あれ？あ？あれって空中じゃないですか？そうね、空中ね。私が村にいた頃はこの辺に魔物が出てくることなんてなかったのに。そうだリル、ちょうどいい機会だし、あんた一人で倒してみなさい。え？私一人でですか？私が教えてきたことを思い出しながらやれば、空中2匹ぐらい簡単に倒せるわよ。でも師匠の言うことは絶対よ。さ、行った行った。わかりました。でも危なくなったらちゃんと助けてくださいね。はいはい、いいから行ってきな。かかってきなさい。はい、お疲れさん。教えた通りにやればできたでしょ。そうですね、なんとか勝てました。なんとかどころか余裕だったじゃない。あんたは私に弟子入りしてから自分で思ってるよりもずっと強くなってるのよ。緊張しますよ。まあ、あんたの場合実力に経験が追いついてないのは事実だけどね。さて、村はもうすぐよ。急ぎましょう。
プ到着。ここがお師匠様の故郷のケイン村ですか。ええ、そうよ。久々に帰ってきたけど、ここは変わらないわね。あ、ん、ターニャお姉ちゃん。あら、ソフィーじゃない。ルイスが手紙を送ったのは聞いてたけど、本当に帰ってきてくれたんだね。ところで、そっちの人は？ああ、あたしの弟子でリルっていうの。はじめまして、見習い冒険者のリルです。私はソフィー、ターニャお姉ちゃんの幼馴染よ。よろしくね、リルちゃん。それで、私の弟は元気にしてる？ルイスならこの時間はお店にいるはずだよ。そういえば、お師匠様のご実家って宿屋さんでしたっけ？ええ、そうよ。両親が死んでからは弟のルイスが一人で切り盛りしてるわ。私もちょうどルイスのところに行くつもりだったから一緒に行こう。お客さんが来てるよ。久しぶりね、ルイス。この子はリルちゃんだよ。はじめまして。お姉さんの元で弟子をやらせてもらっています、見習い冒険者のリルです。それで、あんたからの手紙を読んではるばる帰ってきたわけだけど、確かに手紙に書いてた通り、西の街道がおかしなことになってるわね。木々が急激に成長して、ただの街道が樹海に変貌する現象ね。リル、あんたはどう思う？そうですね。こういう現象が起こる場合は、魔法の類が原因だと考えるのが普通だと思います。そうね。それで、どんな魔法が使われてると思う？ここまでは、なんとも。お師匠様は、何か心当たりが？いいえ、さっぱり。これは専門家の知見が必要ね。早速だけど、ルイス、この手紙を出しておいてくれる？あたしの友達の魔法に詳しい専門家宛てよ。喧嘩売ってるの？じゃあどういう意味かしら？落ち着いてください。お師匠様の握力でそんなことしたら弟さん死んじゃいますよ。ターニャお姉ちゃんとルイスの兄弟喧嘩を見たのも久しぶり。
ルイスは相変わらず一言多いんだから。そんじゃリル、後のことは任せたからよろしくね。はい。私の友達に手紙が届くまでの間に周辺の調査とか魔物の退治とか冒険者としてやらなきゃいけないことはいっぱいあるでしょ。うん、まあそのために私たちがここに来たわけですし。それはあんたに全部任せるから一人でやってみなさいって言ってるの。え、ちょっと何言ってるんですか。私なんてまだまだ半人前だし、お師匠様がいないと何もできませんよ。ルイス、さっきのもう一回やってあげようか。あのね、リル、クチューを倒した時にも言ったけど、あんたは自分で思ってるよりもずっと強くなってるのよ。これ以上私が何を教えても伸びしろがないぐらいにね。だからあんたにはそろそろ実践での経験を積んでほしいの。でも私の冒険者としての大先輩であるあんたのご両親に娘を預かってほしいと頼まれてから、私が教えられるだけのことは全部教えてきたつもりよ。そしてあんたはあの二人の娘だけあって飲み込みの速さは異常と呼べるほどだった。私はね、あんたは100年に一度の天才だと思ってるの。そんな大げさな。とにかくちょっとずつでいいから自分なりのやり方でやってみなさい。困ったことがあったら力になってあげるから。わかりました。でも本当に困ったら助けてくださいね。はいはい、任せときなさいって。さてと、それじゃ話もまとまったところでご飯にしましょうか。私お腹空いちゃった。いいの？やったー！タニャお姉ちゃんとも久しぶりにいろいろお話ししたかったんだ。あとルイス、ご飯だけじゃなくてお酒も持ってきて。もう何日も飲んでないからお姉ちゃん死にそうなの。せっかく久しぶりに実家に帰ってきたのにそんな固いこと言わないの。ほらさっさと持ってくる。それでね、ルイスったら小さい頃はいつもお姉ちゃんお姉ちゃんって私の後をついて回ってたのよ。それがいつの間にかこんなに生意気になっちゃってね。お師匠様、そろそろお酒は控えた方が。夜はまだまだこれからよ。このところずっと野宿でしたし、暖かいふかふかのベッドでゆっくり休むととっても気持ちいいと思いますよ。それもそうね、私も疲れてて眠いし、もう今日は寝ようかしらね。してますから慣れました。
ました。あと私のことはさん付けしなくていいですよ。お師匠様からルイスさんと私は同い年だって聞いてますし。そうだよ、ルイスとリルは同い年よ。うん、だから私はリルが弟子になった時、妹ができたみたいで嬉しかったね。なあ、聞いてる、ルイス。ルイスってばひどい。お姉ちゃんのことバカにして。たくもん、なにを。私はお姉ちゃんなんだよ。それもそうだね。さてと、私はそろそろ帰ろうかな。あまり遅くなるとおばあちゃんが心配するし。ルイス、晩ご飯ごちそうさま。Check it out! If you enjoyed this, please subscribe to my channel! Thanks, and bye-bye!